ていきましょうか。おお、いきましょう。はい、面白いですね。先行ブロチ高校 T タンクでできてください。はい、はい、ビートはこんままですね。ビートこんまま、そして一言もらいましょう。はい、はい、一言。じゃあブロチから何か一言お願いします。いや、僕初めてサイファーしたの T タンクさんなんで、ここで倒します。へい、じゃあ T タンクよく覚えてるよ。はい、じゃあ行きましょう。先行ブロチ高校 T タンク DJ ヒューのビンザベイ。出会ったトスカサイファー、あれから俺は時を重ねて上手くなった。あんたも上手くなったか。今は無名の脳死有名ボーイだけど、ベスト8であんたすってんコロリン。うん、そこで滑ることになるだろう。俺は相馬と、いやいや上の方まで見てるぜ。俺はもっと見てるだけ遥か上。まずまずへ、うん、まず確信をついてこいよ。いや、確信ついてやるよ。まず走馬灯とか言ってる時点でお前は死んじゃうのかな。 Rest in peace 言っとくよ、 Rest in peace。 俺は NHK よりも MTV に出てよ、正社員。いや、それがわかるかな。トツカあったっけ、覚えちゃいないけど見たような顔だな。 OKOK あったトツカ、お前さんのバイブ数がいつまで持つかだな。いつか持つか、実は多くだ。だけど実を正社員さんに向けなくて俺に向けてこい。お前は実の対象、リストカットだけど俺はビートライド、切り込み隊長。おう、首を刈るだけ、簡単な話だ。お前の因が全然伝わってこないんだけど、腐れたラッパーのふざけたラッパー、そういう話は裏で語りなよ。俺がいつ今のバトルで草ネタを語った、わけわかんねえこと言ってんのはこいつの方だぜ。正社員にディスなんかしてね、 NHK と組んでる今のヒップホップシーンに中指立ててんだクソ野郎が。相手はお前じゃねえ、もはやそのレベルも違うようだな。そこがわかるかな。つまり T タンクはヒップホップがやっぱすっきゃねん。お前みたいな陰キャがラッパー分じゃねえよ。シャーそれじゃあ出てみましょう。先行ブロチ高校 T タンク、勝者 T タンク、ブロチにも大きな拍手を。ブロチありがとう、ブロちゃんありがとう。 T タンクすまん。やばいっすね。